僕が理学療法士をまず目指そうと思った時期は高校3年生の夏頃で、ずっと小学校から高校3年生までずっと野球をやり続けたっていうのがあるので、その野球が最後の夏の大会で引退した後にどうしても野球に関わりたいっていうところから理学療法士という職種をしてましたので、それで志願させていただきました。はいはい、でプロ野球のトレーナーを目指したいっていうのは、大きな夢としてはあったんですけど、大学生1年2年って過ごしていく中でよりこう野球への思いが強くなったっていうのもありまして、3年生ぐらいの時からプロ野球のトレーナーになりたいという夢があったのを覚えてます。はい、徳島文理大学を選んだ理由としては、まず四国にその時唯一の4年生大学があったというところで、僕自身が愛媛県出身だったので、まず四国内で探していた時に、大学を目指そうと思って徳島文理大学を見つけたっていうところがありました。で、あとオープンキャンパスに参加した時に、その3次元の動作分析室であったり運動療法室であったり、その環境がものすごく良かったので、ここで専門学校行くより最新の機器で4年間学んでいった方が4年後の自分は確実にいいかなという、その時思いがありまして選びました。はい、プロ野球選手、特にトップアスリートはその自分の体に対するその考え方とか自己管理が想像を超えるぐらい、野球やってた自分でも想像を超えるぐらいかなりしっかりとしたこう考えがあるので、そのあたりはプロとして自分もプロ選手を見るためにそういう知識とか技術とか、あとそういう対応力であったりとか、そういうのを日々僕もまだ見ながら選手に期待に応えるようにしているところがかなり学びではあります。はい、国家資格を持っているのが理学療法士の我々と、あとハリキューマッサージ師と、あとアスレチックトレーナーの資格がある、この大きな3つが、はい、千葉ロッテマリーンズの場合は国家資格保有者を今でも公募とかでも取っているので、その資格は、はい、それ全員持っていると思います。リハビリとして一番強みが出せるのが理学療法士っていうところも期待もあるので、怪我した選手は全部今見るっていう流れにはなってます。はい、卒業してからそれぞれの先生の凄さに気づきました。はい、やっぱ学生時代はやっぱりこう授業を教えてもらえる先生っていうところとか、あんまりこう外に出てないのでその先生の凄さって分からなかったんですけど、卒業してからその到底今でも追いつけないぐらいの実績のある先生方も今も在中でいられますし、そういうところでやっぱりこう刺激をずっともらっているっていうところはあります。はい、やっぱり3年次から始まるゼミだと思います。はい、僕はウグイス学科長のゼミに入ってから外の病院の見学であったり地域の活動であったり、より大学の外の理学療法士の活動を目の前で見れたので、それが理学療法士になってからの引き続きつながるところは思いますね。はい、理学療法士を目指したいと思っている学生の方には、徳島文理大学に入ることでその将来的にも専門性の高い理学療法士になれると僕は思ってます。で、僕の場合はその整形外科のスポーツ分野でプロ野球のトレーナーっていうのがあったんですけど、他にもその先生方にはこう脳卒中に強いとか心臓系に強いとか、そのリハビリとしてもかなりこう専門性が高い先生方も揃っているので、目指したい理学療法士には徳島文理大学に入ることで目標を持って過ごせるかなとは僕は思います。